テリアだが、アメリカンラットテリアのトイ階級のサイズの犬もその名で呼ばれるため、混同の恐れがある。1900年代に作出された犬種で、サイズが小さく軽く、飼育のしやすい愛眼犬犬ネズミク除犬を目指して作出された。作業犬として人気のあったスムース、フォックステリアから特に小柄な個体が選択され、それとトイマンチェスターテリア、チワは、 イタリアングレーハウンドなどを掛け合わせることで作出された。主に愛顔犬として飼育されるが、農場などでネズミを駆除するのにも用いられている。1936年にユナイテッドケネルクラブに公認犬種として登録され、1949年にオハイオ州に正式な犬種クラブが設立された。現在アメリカでは安定した人気があり、愛好家も 少なくない。しかし、アメリカとイギリス以外ではほとんど飼育されておらず、未だ国際的な畜犬団体である。フシーには公認登録されていない。華奢な体つきの小さなフォックステリアで、足が細長い。頭部の形はトイマンチェスターテリアに近く。マズルは、やや長めで先がマリー。首は長めで、均等が取れた体を持つ。耳は立ち耳、は、 飾り気のないタレオだが、半分くらいの長さに、段をされる。コートはさらりとした、スムースコートで、毛色はホワイトをベースとして、ブラックやタンのブチやマーキングが入ったもの。平均寿命15歳、体高25センチメートル前後、体重2から3キログラムの小型犬で、性格は活発で明るく知的、有効的だが、テリア犬種特有の、 テリアキャラクターという気性も持ち合わせていて、頑固で気が強い一面もある。テリア犬種の愛好家には飼い方や、飼育の難易度は、著名犬種で言うと、ジャック・ラッセル・テリアに近いと例えられる。この例えは、体の大きさに似合わず体力が非常に多く、テリアキャラクターが濃いことを表している。初心者の飼育は、やや難しいが、 犬自身が好むことはどこまでも追求して学習する。性質があるため、遊びを交えながらのしつけによって様々なことを覚えられるとされている。かかりやすい病気は、関節疾患や風、邪、骨折などで、コートが短いだけでなく、体が小さいので非常に寒さに弱い。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動進行者、 2007年、ありがとうございます。